はい、これから動画を始めます。どうもこんにちは、インスタグラムマーケティング専門家の修司です。こんにちは。はい、こんにちは。はい、ということでね、今回はですね、まあ、インスタグラムで、まあ、コストをかけずにね、月間204人をね、LINE アットに集めた方法ということで、あやこさんと一緒にですね、動画を撮っていきたいと思うんですけれども、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いたします。はい。ちょっとあやこさんの、もし差し支えなければ、フルネームのお名前をお聞きしてもよろしいでしょうか。はい。はい。田尻あやこと言います。はい、田尻。はい、あやこさんのあやこのあやって糸編でしたっけ？糸編に門、糸編に文章の文、紋章の紋ですね。あ、紋章の紋ですね。はい、はい、かしこまりました。じゃあちょっとね、女性なので年齢はちょっと秘密ということで、はい、行きましょう。秘密と、はい、秘密、はい、はい。まあ、この段見られてる方でもおそらく、まあ、20代後半とか3、おいくつ、あやこさんっておいくつ確定き、大丈夫です。41歳。え、41なんですか。41です。え、41なんですか。41です。マジですか。マジです。本当ですか。本当です。本当なんですか。え、ちょっと、はい、今度はお会いしたら免許証見せれます。本当ですか。そこは疑ってないですけど、マジですか。すごいですね。はい、僕初めてあやこさんとお会いさせていただいた時に20代後半か31、2ぐらいなのかなっていうのを正直ちょっと思ってたんですよ。ありがとうございます。あ、そうなんですね。ちょっとしょっぱな、はい、多分この動画見てる方でもえーって多分みんな仰天してると思うんですけれども。ですかね。はい、まあ、ちょっとまあ、ね、今回インスタの動画なんでちょっとまた、はい、気を取り直して、はい、はい、あやこさんはインスタを、始めてからだいたいどれぐらいですかね。本格的にスタートしてから期間として、本格的に始めてからだと、そうですね、最初に始めてからなら9ヶ月ぐらいですね。9ヶ月と。はいはい、なるほど。 OK です。インスタってまあなんか過去にもなんかいくつか回されてたりとかは、はい、そうですね、いくつか回してて、今やってるものに関しては本当に1月の頭からだから2ヶ月。じゃ今のアカウントメインインスタ歴が9ヶ月だけど、メインで今、はい、メインで集客で使ってるアカウントの運用期間は、はい、じゃあ2019年の、1月からスタートして、はい、で今日この動画撮ってるのがちょうど3月1日なので、はい、じゃあ2ヶ月ぐらいって感じですかね。2ヶ月まだ経たないぐらいですね。2ヶ月経たない。2ヶ月弱ぐらい。ああ、2ヶ月弱ってことですね。なるほど。え、インスタゼロからですよね。それ、そのアカウントはもう、アカウント取ったのは年末ぐらいでしたけど、まあまあでも、でも2ヶ月もた、2ヶ月ぐらいって感じですもんね。本当に2ヶ月ぐらいですね。なるほど。今フォロワーってどれぐらいなんですか？ゼロから始めて、5000ぐらいですね。5000ちょっとぐらいで、全くのゼロから始めて、はい、今フォロワーが5000、はい、5100とかそれぐらいだったと思います。じゃ、だいたい1ヶ月間で2500人ぐらいだいたい増えてるって感じですかね。そうですね、結構波があって、うんうん、増やそうとして増やしてるときは10日で2000フォロワーぐらい増えます。今ちょっとサボってます。あ、サボってるんですね。でもこれだけね、一気にフォロワー増えたら確かにちょっとサボっちゃう気持ちわからなくはないですけど、サボっちゃいました、ね、増やそうと思えばいつでも増やせるぜみたいな。増やそうとしたら意図的に、はい、はい、おかげさま増やせるので。10日で2000フォロワー増えたこともある。はいですね、それぐらいで増えました。すごいですね。でもあれですもんね、なんか外国人、結構なんかインスタだと外国人の人にフォローするとすごいフォローバックもらえたりとかっていうわけではなくて、はい、もうちゃんと純粋な、はい、見込みのお客様、はい、ですね。ですね。ちゃんと内訳見たらほぼ、まあ外国人も混ざってますけど、ほぼちゃんと日本人で、はい。なるほどですね。大体どれぐらい月に LINE アットに集まってきてるかっていうところも、ね、月に大体、
まあ、130とか160だったんですけど。で130から160の間と。はい。直近だと200ぐらい。直近だと、まあ、じゃあ2月ですね。先月とか。そうですね。この1ヶ月で204ぐらい来てますね。先月で204人と。はい。なるほど。すごいですね、年月で。で、実際別に、あれですよね、広告とかも一切かけてないですもんね、有料。まあ、全然全くかけてないです、それは。コストかけずに広告一切なしと。はい、広告なしで204人集まってきてると。はい、うん。はい、結構ね、LINE アットの1リストあたりの見込みのお客さんを LINE アットに入ってきてもらうために、広告使うと、1リストに対して3000円ぐらい平均してかかるんですよ。うん、1リスト集めるのに3000円みんな払ってるみたいな。だって大体、はい、そうですね、100リスト集めようと思ったら30万必要なんですよね、広告費。あ、そうなんですよ。だ結構みんなすごい今広告費も高騰してきてるし、うん、だから、あやこさん、例えば先月200人集めたら、それ広告普通にかけたら、はい、例えば1リスト当たり3000円だとした場合は、60万円かけて、やっとみんなヒーヒーして集めてる中で、無料集客で、はい、まあ、ノウハウをしっかりと知っていれば、まあ、それだけ集めることは可能なんですけど、それだけのコストをかけずに無料で集められていると。はい。すごいですね。実際に、まあ、インスタを始めてからの売上の累計とかっていうのはどんな感じなんですかね。はい、売上の累計ですか。はい。まあ、累計かもしくは、1月から集客してきたお客様で、はい、最近制約された売り上げとかでもどちらでも大丈夫なんですか。そうですね、今のアカウントで言うと、うん、まあ、大体そうですね、まあ、70万とか。インスタのアカウントから70万。はい、はい、すごいですね、70万と。でしかも始めてから、インスタ始めてもう2ヶ月弱でもうファーストキャッシュがそこからも入ってきてるっていう。あ、ですね。はい。割とすぐ。あ、そうだ。一点ちょっとお聞きし忘れてた大事なところが。そう、僕は知ってるんですけど、あやこさんのちょっとどういうご職業をしているのかっていうところをちょっとね、お聞き忘れてたんで、はいはい、サービスだ、どういうサービスをされてるのかなっていうのを教えていただいて。集客の、コンサルですね。集客コンサルですね。はい。集客コンサルタント。ターゲットの方とかお客様は、基本的に女性ですね、基本的に女性でフリーランス。はい、フリーランスの方です。フリーランスと、うん、全然コンサルタントでもインスタでガンガン集客できるよと。あ、ですね、むしろインスタができますよね。インスタは、まあ、めっちゃ今集まりやすいですね。はい、あやこさんでもフェイスブックとかもね、ちょっとされてるっていうのを前ちらっとおっしゃってたんですけど、はい、Facebook と Facebook もしてますね。比べるとインスタどうですかね、集客のしやすさとか。やっぱり来てもらった時にどこから来られたか聞いてるんですけど、はいはい、会った時にインスタが多いです、Facebook より。ああ、なるほど。はい。あ、それってなんかセミナーとかでですか、電話相談とか。ダイアットに登録してくださった方に、うんうん、参考にどこから来たか教えてくださいって、こう、ちょっとコミュニケーションがてら聞くんですよ、いつも。なるほど。アンケートによると、インスタがもう、はい、インスタが結構多いです。7割ぐらいですかね。6割とか。7割か、それ以上じゃないかなと思います。めちゃめちゃ多いですね。もう7割がインスタ系。インスタ系で、はい、まあ、ラインアットに入ってきていると。はい。うんうん、なるほど。もう、あやこさん、ウハウハじゃないですか。もうインスタアカウントもう一回新しいのを作って、それでもう2ヶ月目で普通にこれだけ売り上げが上がってるっていう。はい、はい、ですね。なるほどですね。じゃあ、まあ実際インスタ始める前と後でのちょっと変化っていうところで聞いていきたいんですけど、はい、インスタ始める前って集客ってどうだったんですか。例えば去年とか。集客は結局何をどうしたら集客できるのかも分かってなかったたんですよね。うん、するとしたら Facebook からでしたけど、それも特にうまくできてたわけではないですし。あ、そうなんですね。はい、ですね。なので、本当まあ身近な、結構紹介とかが多くて、それまでは、はいはい、なので自分の、まあ、福岡県に住んでますけど、お知り合いの方の紹介とかはすごくいただいてたんですけど、口コミで、結局はい、オンラインでの集客っていうのができていない状態だったんですよ。あ、なるほどですね。はい。
それがすごく手軽にできるので、きちんと喜んでもらえるお客様に来ていただけるので、うんうんうん、助かってます、インスタ集客は。なるほどですね。まあ、確かに口コミでね、はい、やっぱり集まるうちってすごい結構、まあ、ぬるま湯というかね、安心だと思うんですけど、はい、まあ、でも口コミっていつまでもそれだけで頼っていけるかっていったらそうではなくて、まあ、口コミで、ね、集まってきたお客様、その売り上がった売り上げっていうのは口コミなくなったらもうそれが全部ゼロになっちゃうってことなんで、うん、そうですね、うん、もう今どこのね起業家さんとかコーチコンサルタントも企業さんもやっぱり口コミ制度って当然大事なんですけど、口コミを誘発する方法だったりとか、それプラスやっぱオンラインでの集客だったりとかっていうのはやっぱりこの2つっていうのを軸にしていって初めてやっぱり売り上げってね安定していくっていうことなので、うん、じゃあオンラインができてなかった時っていうのは、LINE アットってどれぐらい月に集まってた感じですかね、はい、オンラインを全くやってなかった時っていうのは、もう LINE アットもやってなかった。あ、そっかそっかそっか。そうですよね。LINE アット一切やってないですもんね。確かに。はい。なるほど。はい。はい。じゃあ LINE アットゼロとかですね。まあそもそもやってなかったと、はい、うん。そもそもやってなくて、重要性も分かってなかったですね。なるほどですね。実際、まあ、インスタで収穫できるようになって、まあ、そこからちゃんと売り上げが上がるようになってきた今と、それインスタ収穫始める前と後での、心境の何か変化とかってありますか？なんかプライベート面でとかでも何でも大丈夫ですし。何かあれば結局、その売り上げそのものもそうですけど、仕組みが今は分かってるので、うんうんうん、まあ、安心ですよね。また、例えばインスタのアカウントをまた作って、それを増やして収益に上がる方法っていうのも分かってるし、うんうん、何をどうしたらいいか分からない不安な状態から、だいたいこうやってこうやってこうやったらこうつながるっていう、こう動線が見えてるので、うん、そういう意味での安心感がすごくあります。安心感ですね、やっぱりね。確かにね。まあ、万が一、まやこさんないと思いますけど、まあ、万が一今後、まあ、例えば何か倒産とかしてしまったとしても、全くゼロからそれを構築していくことがまあできるっていう自信、はい、そうですね、安心感というか、うん、はい、なんかプライベート面での変化とかはありますか？まあ、もしあれば、なければ別にないでもいいと思うんですけど、プライベート面での変化は何ですかね、はい、写真撮るの好きになりましたけどね。あ、インスタ始めて。なるほど、なるほど。写真を撮るのか、はい、まあ、明るく綺麗な写真を、うんうん、別にインスタ映えする写真撮るわけではないんですけど、まあ、加工したりとか、うん、文字入れたりとかはするので、うんうん、まあ、そういうのにこう興味を持ったりとか、まあ、手軽に綺麗な写真が撮れる iPhone X、 やっぱね、iPhone X とかでね、今めっちゃ十分ですからね、一眼とかなくても。あれ、はい、ですね。めっちゃいいですね。もう全然一眼レフというか、もうスマートフォンの写真で全然十分だよって感じですよね。ですね、全然いいんです、うん、はい。なるほどですね。でも確かに2ヶ月とかで結構それだけやっぱ早く結果が出てるっていうのも、何が彩子さんの中で秘訣だったと思いますか？何が良かったと思いますか？あ、何が良かったんでしょう。興味、まあ、ペルソナって言われますけど、ターゲットの人を絞って、で、その人にヒットするような投稿を心がけて、動線を作ったことですかね。LINE アットへの。作った。例えばそれがインスタから LINE アットへの動線だったりとか、はい、まあ、じゃあインスタからどういうふうにしてプロモーションに持ち込んでいくのかとか、そういった流れが、はい、まあ、作れたことが良かったかなと、はい、うんうん、そうですね。なるほどです。でもね、今月に一般的に LINE アットって、まあ、100人いたら最低でも100万か200万って売り上げっていうのは、はい、結構累計で見たら余裕で上がるんですよね。だ今、はい、例えば先月204人入ってきたっていうのであれば、今すでにもう70万売り上がってて、結構マネタイズは早い方だと思います。で、はい、まあ、でもあと1ヶ月以内でもうこの200人の中でもう140万から200万ぐらいは全然売れるかなって感じですね、うん、余裕で。そうですね、本当は70万
と加えて、ほぼほぼ確定の50万もあったりするので、うん、あ、そうなんですね。じゃあ、もう契約が決まりそうな方もすでにその他にいらっしゃる。そうね。なるほどです。いやー、あよこ先生、さすがですね。さすがです。いえいえ、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。なんか最後に、まあ、この動画見てくださっている方も、まあ、コーチコンサルセラピストの方とか、あとはまあ店舗さんとかも、ね、いらっしゃると思うんですけれども、何か最後にもし一言あやこさんの方から何かあれば。はい、はい、私自身がこういった方法で集客ができるっていうこと自体が全く知らなかったので、やり方自体はその通りに本当にやったら結果ってすぐに出るのでですね。なので、本当情報ってマーケティングでも何でもそうですけど、本当知ることとやることの2つだなっていうのを感じてます。それで全く世界が変わるので、うん、知ってるかどうかで世界が変わると。それで、まあ、わけわからなくて、集客も何もかもどうしていいかわからない人とかも多いと思うんですけど、まあ、しっかり結果の出る方法を学んで、でそれをこう素直にやることで本当に実績って出るんだなっていうのを実感してるので、特にこのインスタのマーケティングっていうのは自分がやってみて本当にやらないと損だと思ってるので、やらないと損と、インスタはね、やらないと損ですよね。もう今めっちゃ先行者利益取れますからね。めっちゃ取れますよね、うん、なるほどですね。じゃあズバリインスタは今すぐやるべきということですね、はい、今すぐやるべきです。はい、はい、いやでも本当にね、そうですよね。今インスタ、まあ、できるだけ、まあ、インスタって本当に3年先5年先も基本的に、まあ、Facebook とか、まあ、Google とか Yahoo とかそういうまあ三強 の、まあそのインターネットメディアっていうのがある中で、その Facebook のやっぱり子会社っていうのがインスタグラムなので、まあ、インスタグラムっていうのはこの先もまあなくなるってことはまあほぼないと。で、実際にインスタってこの先も集客はできるんだけれども、いち早くそのメディアでインスタグラムでできるだけたくさんのフォロワーを集めておくっていうところが、もう今のうちからそこの市場をある程度自分で独占していくっていうことができるので、まあ、そういう意味でもね、早く始めていくっていうのはいいかなというふうに思いますね。はい、あやこさん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。